もしもし。了解、今行きます。今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリと申します。今日はもう10月でもうすぐハロウィンということと、あとは007が今月映画公開されたばっかりということで、007のボンドガールにコスプレしようと思います。人生初で、今こんな感じでメイクをしてます。で、007って結構有名だと思うんですけど、ジェームズ・ボンドとかね、実際映画見たことない方も多くいらっしゃると思うので、今日この後短編映画、めちゃくちゃ私のしょぼい短編映画を作ったので、その映画を楽しんでいただくために、ちょっとした007の基礎的な情報の説明とメイクのポイント、ちょっと軽くお話しした後に映画を楽しんでいただけたらなと思います。あの007って私めちゃくちゃ大好きで、60年間の歴史にもわたって25作品ぐらいかな、ずっと映画がね出てるんですよ。007っていうのはイギリスのスパイアクションの映画で、その中には必ず M と Q とあとはボンドガールがね絶対必ず出てくるんですよ。他にもいろいろ出てくるんですけど、で今回私がなりきるボンドガールっていう役はジェームズ・ボンドのヒロイン的な役で、毎回その作品によって役柄とかジェームズ・ボンドとの関係性は異なってくるんですよ。で今回はその中でも仕事仲間というか、そういう仕事ができるスパイのボンドガールになってみました。で今回の私の映画に登場する M は007のボスで、ジェームズ・ボンドがいつも仕事をもらったりしてる、そういう役で、 Q っていうのもいて、 Q はそのスパイの秘密兵器とか改造しまくった車とか小道具みたいな、ベルト、逃げ出せるベルトとかそういう小道具いっぱい作ってくれる天才的な人が Q。 それもちょこっと出てきます。そこら辺もちょっと頭に入れつつお楽しみください。で今回のボンドガールのイメージは、新作10月に出たばかりのノータイムトゥーダイに出てくるボンドガールをちょっと強めに意識しました。もし見られてたらわかるかな。こんな感じでメイクも濃いめの赤リップの、いつもより結構濃いめ海外チックなメイクにしてあります。ということで、私のヘタッピな映画頑張って作ったので、よかったらご覧ください。あと音楽も自分で作った。ではどうぞ。M、現場に着いた。犯人は何人？どこにいる？見つけた。カジノのVIP席にいる。排水溝をくぐって行かなきゃ。ここ狭いわね。進むしかない。ネズミだ。前方に敵3名。
席が見えてきた。あそこの排気口から入ろう。あとちょっとで着くわ。M、あとちょっとで着くよ。よいしょ、よいしょ、ええ。M、着いたわ。VIP 席に着いた。カジノに潜入しろ。了解。はじめまして、エミリーです。よろしくお願いします。ポーカーですね。はい。オールイン。M、 今ターゲットがポーカーでめちゃくちゃ負けてホテルルームに誰かと行った。そこに行け。後始末はあなたに任せる。了解。任せて。敵だ。任務完了した。20人倒したわ。後始末。了解。Qからもらったボールペン。みんな、私のボンドガールはいかがだったかしら。最後に衣装をね、あんまり見せれなかったと思うので、せっかくなのでお見せするわ。こんな感じよ。二の腕がやばいわ。これは弁当箱のベルトを使ったわ。これはドンキで買ったわ。よいしょ。このドレスちょっとセクシーすぎやしませんかい。映画のスパイはもっと露出してたけども、これでも十分露出が激しいぞ。きっともうこんな露出の高い服は一生着ないでしょうね。ということで、今回はボンドガールをやってみたんですけど、今年ハロウィンということでね、また他のも考えてとね、まだやろうとしてるので、チャンネル登録して待っててね。嬉しい。そしたら、あなたの後ろに敵がいる。伏せて。あれ、見つけた。カジノのVIP席にいる。排水溝をくぐって行かなきゃ。排水溝。ネズミの大群が来た。バイオハザードじゃなくてモンスター。オールイン、オールイン、オールイン、オールイン。M、 今ターゲットが誰かとホテルルームに向かってる。ホテル突入？始末。了解。